では次はヴィンテージトーンの作り方のペダル編ですね。サウンドメイキングペダル編、今回僕が使っているのは、まず TC のチューナーですね。これはまあ音には関係ないというか、チューニングするためのものです。でこちらは、ネイチャーサウンドっていうところの、VS10、チューブスクリーマーの TS10 ですねの、現代的に、少しアレンジされている、もので、そのものをズバリ、ヴィンテージシリーズという、シリーズのようです、ね、これを、使っているのと、ね、同じくそのアイバニーズの TS9、 これは現行のものなんですけれども、ギタートライブっていう堀江にあるヴィンテージギター屋さんなんですけども、そこがプロデュースして、中を少しモディファイしたものを使ってます。でこの時代が、一応その歪みの、オーバードライブブースター的に使ってるんですけれども、この2台が、活躍してますね。であと横にある小さい、ものはこちらはマレッコ、っていうテキサスでしたっけねの、メーカーのエフェクターなんですけれども、これはトレモロです。アンプなんかについている、トレモロと一緒なんですけれども、それとこちらは、神戸 の、 トーンブルーさんがやってるプロデュースしてるエフェクターのリバーブですね。この2台をその僕のアンプにトレモロもリバーブもついていないので、最近はその以前はディレイなんかも使ってたんですけれども、今は、僕の中ではそのアンプ的なエフェクトということでリバーブと、トレモロっていうのを追加してます。基本的には ほとんど、この2台のオーバードライブをいくつか組み合わせて使うっていう形なんですけれども、テレキャスターの場合は特にそのハンバッカーのギターなんかに比べてその原因が、少し低いので、2台同時に踏んだりとかで、ね、ハンバッカーのギターに負けないぐらいの、すごいオーバードライブサウンドを作るときに、2台踏んだりとかします。で、2台踏むとコンプレッションが強くかかるんで、よりサスティーン、あとはピッキングのそのアタックが揃うっていうんですかね、そういうので、僕は結構面白くて、オーバードライブを2台使ってます。で、あとギターを持ち替えたりするときはキャラクターによってどっちかを選択するっていう使い方も可能ですし、結構面白い使い方をしてます。で、こちらの方ですね、はそのイギリスのギグリグっていうメーカーの、電源関係なんですけど、ユニバーサル電源になってまして、240V から 100V まで対応可能っていう、最近はないですけど、ね、以前はヨーロッパとかアメリカとかいろいろ電圧の違う国でツアーとかしてきたんで、そういう電源の方が便利かなとは思ってこれにしてます。で、一つこの面白いのが、バーチャルバッテリーっていうものをつないでそのオーバードライブを電池で鳴らしてるような、音にするものですね。アイソレート機能っていうんですかね、これだけ独立させて他の電源の干渉がないようにっていう風な、ノイズの干渉がないようにっていう風にもできる、結構面白いものです。接続順なんですけれども、まずチューナーが一番ギター側から一番最初に来ます。それから、ネイチャーサウンドの VS10 ですね、これオーバードライブ。そして、アイバニーズの TS9、 これもオーバードライブで、マレッコのトレモロ、そしてリバーブっていう順番になるんですけれども、これの場合僕はメインの歪みはこちらを使うんですけれども、手前に、軽くそのブーストさせているものから次のオーバードライブっていくと歪みが増すということで、こちらを後にしてます。逆でもいいんですけれども、逆の場合は例えばその、この歪みがあって、ブーストをオンにすると音量が上がるっていう風な、感じになると思います。僕どちらかというとそのコンプレッション感と、歪みが増えるということで、ブーストする側を、手前に持ってきてます。で、
あとはその歪みの後に、空間系ですね、いわゆる、トレモロ、そして揺れものですね、揺れるもの、そしてディレイというかリバーブっていうのを最後にっていうのが、まあいわゆる一般的なんで、それに習って僕もそういう順番にしてます。まあアンプ側のエフェクトっていう感じですね。なんで一番アンプに近い方を、トレモロとリバーブっていう形にしてます。